そなたに呪いはかけられぬ。そなた自体が呪いなのだ。だって、たった今まであなたの葬儀をしていたんですよ。ようやくわかったんです、私。何も伝えずに終わるのだけは嫌だって。先輩、聞いてください。私、先輩、私まだ心の準備が。